古川がしっかりと1本目で決めてくれるとね、なかなかチームがこう落ち着くんじゃないでしょうかね。そうですね、渋田のジャンパーです。いいですね、決めています。遠藤が狭いところに入っていきましたが、こぼれています。おー、渋田スピードしました。こっちのキャプテンも負けてはいません。遠藤からキックアウト、そして渋田、相手を飛ばせてショートコーナーから決めました。いいですね、落ち着いてますね。さあ、おー、パスにしました。そしておおブロックしました。アルマースティール、そしてブロックと富岡ぴったりつきますが、ザックのピックから川島、おーブロック出ましたね。さあ、4バーンで相手が今ヒットでしたが、富岡のスリーター、ね、千葉戦でも非常に好調なシュートタッチ。ここはターンオーバーになります。お、渋田が迷わず決めた。千葉戦でも非常に好調なシュートタッチ。ここはターンオーバーになります。お、渋田が迷わず決めた。富岡からアルマ、そうですね、ここいいですね。5番オフェンスリバウンドもぎ取る、決めた。打ち込んだ。アルマ難しいショット決めた。外で池田です。渋田、いいですね、2本目決めました。持ってるものはね、非常にいいものだと思いますよね。はい、まあ、将来が本当に楽しみな選手ですね。シークスリーを決めてきました、遠藤。今のヒットも相当高いとこからね、シュートいったんですけど、コーバーンがやっぱりいるといないと大違いですね。そうですね。さあ、コーバーンが入ってきた。わあ、うまい。こういう合わせのプレーが出たという。あ、これまたワンスリーワンのゾーンですかね。そして古川が、うまい、パスを出しましたが、もう一度。なんとか耐えました。まあ、今もですね、古川が、新潟のですね、遠藤善がちょっと目を離した隙にですね、はい、遠藤にはぴったりと古川のディフェンス。そして遠藤、はい、ですね、いいアタックになりました。メンバーそのままの新潟です。ディープスリーになりました。決めました。スイッチしていますが、ザックが出てきた。その分リング下でコバー、来た、すごいのが来ました。前半が終わって10点差でした。点差をじわりじわりと広げてきている秋田。そうですね、今秋田スイッチ変わってますね。ディフェンスの強度変えて、ここで突き放すんだという。富岡が入ってきています。5番、いいですね、リバースレイアップ、ね、ここ数戦いい流れは続けています。そうですね、はい、アルマから5番、そしてモサク、いいですね。伊藤もあまりキャリアで次を多く打ってきた方ではなかったんですが、アルマ、いいですね。今のはゾーンが当たりましたね。ですね、はい、モサクのスリーは決めた。いい、モサク行っていいって思うんですよね。なるほど、ちょっとボール持った瞬間リング見てないですからね。その中でコーバーンが決めました。高い、まあ、モサクはやっぱりこの B1 の、ね、レベル、しかもこの秋田のですね、いいですね、富岡です。秋田の厳しいディフェンスを一つ一つね、5番、おブロックしたか、それでもフォローした。よくアルマが入ってきましたね。はい、あ、これちょっとディフェンス変えてきましたかね。そうですね、 2-3 ゾーン、その中でアルマ間で受けて決めていきました。両方ともキャプテンを戻そうとしています。中山バウンスパス、キット、アルマのブロック、ショットクロックを削りました。藤原アシスタントコーチはですね、非常にあのベンチから選手が声かけてますよね。さあ、コーバー決めました。セカンドチャンスポイント、アルマ、中山ぴったり、コーバー、キックアウトで渋田のスリー、
ました。今日3本目、東海大マッチアップ、バウンスパスから東海大の古川、落ちるが中山、